2011年の演舞となっておりますが、その頃僕たちのことを見たことあるよって方はいらっしゃいますか？半分もいない。そうです、その頃僕たちまだ2年目でした。で、この頃の僕たちっていうのは今みたいになんかこうすごく具体的なことをテーマにして演舞にさせてもらっているんじゃなくて、この頃は仲間の存在というものにフォーカスを当てて演舞を作らせていただきました。この四重奏というのは奏で、出会い、思い、奏で、作る、これは僕たちが仲間として出会って、そして思い合って、そしたらいろんなことが音が増えていくような形になって、で、新しいすごく面白いことを作っていくみたいな、そういう仲間の存在っていうのをアピールしたくて作った演舞です。僕たちの仲間を思う気持ちを演舞に込め精一杯踊らせていただきます。どうぞご声援よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは出会い、思い、奏で、作る、ドラム。今から
よ。はい、せっかくなんでね。はい、皆さんどうでしたか。2011年度 M なんで8年前ですかね。